さて、ヨハネによる福音書3章5節にはこのように書かれています。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。このように書かれています。神の子になるためには、その霊から生まれる必要があります。ここでは、聖霊によるバプテスマについてではなく、人間と神との間の個人的な経験についてお伝えしています。聖霊は罪を決して受け入れません。罪人は自分の罪を認めて、自分の魂が永遠に救われるために、イエス様が必要だと思わなければならないんです。聖霊様が私たちを導き、聖霊様が私たちを教えます。イエス様に自分を委ねきること。これが私たちは神の霊から新しく生まれさせることができます。そして、ある聖書の箇所にもこのように書かれています。コリント、第2の手紙、1章、22節。神は、また、私たちに、勝因を押して、保証として、私たちの心に霊をお与えくださいました。もう約束されています。でも私たちは落ち込んでいては何も変わらないんです。まだ受けていない人、前を向き前進してください。聖書には強く、惜しく、会いなさいと。ではその通り私たちは前に進んでいきましょう。自分の人生を委ねて、そして神様との深い交わりを経験してください。神様があなたを祝福するように。